なんかテーマが変わったような。そう、初めのタイトルから後の話が変わるという、はい、台本がない動画を作るとこういうことになります。だから、まあ、初めオクラの油虫、はい、あと他の油虫、はい、動画でした、でした、はい、対策は、まあ、雑草を早かさない、化学肥料を使いすぎない、農薬散布で駆除をする、以上ですな。はい、まあ、他にもあると思いますが、うん、他の人の動画を見て研究してください、はい。こんにちは。こんにちは。どうも。どうも、岩崎です。どうもどうも。新規収納塾ね、はい、なんかいい感じに進んでおります。いい感じやね。で、今のところ新規収納塾という名前で、はい、新規収納者を募集するというコンセプトでやっておって、うん、塾生の方がもう4人、すごいね。あと希望者の方2名という形です。で、まあ、あの一応ねそんな感じでやってはいるんですけど、はい、ちょっとね基準を緩めて、新規収納じゃなくても半農半 X 的な、もしくは家庭菜園パワーアップバージョン的な感じでの、塾生の方も募集しようかと思ってます、はい。まあ、要するに農家にはならないけど農業の体験とか勉強したいよっていう方がいらっしゃったら、うん、そういう方も来てくれれば、はい、リアル YouTube をお届けします。いいね。まあそういうことだな、はい、初めに宣伝を入れました。宣伝、はい、はい、ということで、本日はオクラです、はい、今日はオクラ、はい、はい、今年のオクラはうちは全然やる気がないです。そうね、うん、オクラのアブラムシどうしましょう、はい、こういうことをするとアブラムシだらけになりますよっていうことで、逆に、はい、まあこの辺ちょっと映していただくか、はい、いきましょうか。これはちょっと枯れてるから、はい、この辺ね、はい、でアブラムシいっぱいね。わー、油虫巻くとこんな感じでチリチリの葉っぱになるよね。これもそうね、くるって巻いちゃうんだよね、うん、で下がベタベタになるね。この油で、油でね、これがね、まあ、それが油ではないけどさ、お尻から出てくるやつだね、はいはい、うん、まあ、油虫とか粉ジュラミがいっぱい湧いております。そうそうそう、うん、で、まあ、もう結論から言いますと、はい、コルト水和剤、コルト、うん、この辺に出てきてます、はい、それを巻くと一発で治ります。一発で治る、はい、なります、はい、なりますが、まあその動画は去年上げたんで、そうだね、去年見て、去年のアブラムシ動画を見てもらえれば、あの関連動画は概要欄にね、あのオクラの関連動画貼っときます。 なるほど、うん、なので、まあ、そこから入ってください。あ、はい、はい、で、今年はですね、まあ、なぜこんなことになってるかと言いますとですね、はい、まあいろいろ忙しくて、うん、で、あのレタスがねたくさん今年は作ったんで、うんうん、補助が開かなかったよね。あ、レタス居座ってたんね。そうそう、はいはいはい、で補助今となっては空いてるんやけど、空いてるんやけど、もうとりあえずオクラの苗が大きくなってきたんで、もうハウスの中にとりあえず植えとけと、はい、で植えたんです、はい、ところが、うん、これね花咲くの早すぎるよ、これ多分ね、この子、うん、ここね、まあ、この手前の青じそがそうなんやけど肥料焼け起こして枯れてんのよ、これや枯れてんね、うん、でここね多分肥料がね多すぎるのよ。肥料肩ですわ。はい、ね、で化成肥料とか化学肥料が多いと、うん、やっぱりこういうアブラムシ湧くね。あ、肥料が多いと湧く。うん、うん、まあ関連性があるとも言い切れないけど、ないとも言い切れない。ああ、なるほど。やっぱりねこの化学肥料が多すぎるとこういうこと起きるよ。うん。うん、で。もうこいつらはもうやばいかなと思って身につけて、ね、種作れようとしてるわけ。自分らの命が、ね、あの長くないということを分かって、うん、あね、やっぱ化成肥料入れすぎは良くないね、うん、ここね多分ね前作がキュウリとかインゲンやったんよね、うん、でそのままほっといて、うん、キュウリとかインゲンやから肥料ね結構もう使ってると思って、うん、まあ、肥料入れたんやけど、うん、ここがね基本ねこの土ね、うん、ハウスの土なんやけど、はい、あれ、あ、ここほらものすごい乾燥してんのよ、土がサラサラなんよ、サラサラ、うん、だから肥料がね馴染んで溶けてないんやよね。あ、だからね、はい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 、肥料がいつまでも残ってるんやと思う。残ってんのか、うん、土壌分析すりゃいいんやけどさ、うん、まあ、それもまあお金かかるからもういいかなと、うん、なのでねもう今年は
ちょっとこのオクラはね、もう今からでも外へ移植してもいいんやけど、うん、まあちょっと中は諦め気味で、うんうん、水ナスはね全然いけてるんだけど、水ナスが追肥しなくてもいけるぐらいの肥料がこう入ってるもんね。そういうことやな、うん、だからまあオクラはねこういうことになりましたね、うん、まあオクラのアブラムシっていうことで、アブラムシ動画撮った？うん、撮ってるよ。撮った？これちゃんと撮った？どう？映ってる？めっちゃ近くて。こっちの方が分かりやすいか。あ、これ分かりやすい。よいしょ。撮った？うん、この黄色いの？うん、そうそうそう、これこれこれ。ね？はいはい、ね、せっかくやから、だから他のアブラムシも見に行きましょう、うん、あ、はい、行きましょう。じゃあ次、水ナスです。はい、レッツゴー。ねえ、ちょっとまた薬まかなあかんな、はい、この先っぽ、この粉ジラミとアブラムシがいっぱい。うわ、大きい、動いてる動いてる、うん、ちょっと赤いというか茶色いよね。赤い、うん、そう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 、うん、赤茶というか、うん。水撒くとき水で流してんだけどさ、うん、あんまり効果はないよ。あかん。うん、でも去年オクラはうまいこと言ったよね、うん、それで。いやいや、それで結局あかんかって、コルト水和剤、こっちもコルト水和剤次撒こうか思ってんだよね。あ、そっか、あ、いいね。うん、それ一回バシッと巻いて、うん、綺麗にしようかなと思ってます、うん、粉ジラミもねちょっと湧いてきてるし、そう、ね、うん、まあね、あのアザミウマはね、ファインセーブ巻いたら一発でなくなったね。やっぱすいいね。うん、まあ、ということで、はい、これが水ナスのアブラムシでした。花にも湧いてるね。ほら、わかる、ここ多分この、ここね、うん、うわ、ほんまやな、うん、うん、じゃあ次は、はい、ズッキーニの花についてるアブラムシ見に行きましょうか。はい、イエイ。OK？ はい、あ、おるおるおる、ちょっとだけやけど、ちょっと待ってよ、3匹ぐらい多分映ってると思うんだけど、これは何の虫や、なんか、なんかうようよしてるよ、そこ、うん、そんなに湧いてはないよね。そうね、だいぶ朝で撤去してるもんね。うん、ドカッと湧いてるわけでもないだから、うん、これはアブラムシなんかな。これそうやな、ほら、あ、そいつね、ほらね。うん、これ絶対そうやわ。うん、潰したった。おうおう、潰したところでワップにしてるじゃん。あ、そう。そんなに大量には湧いてないけど、ちょこちょことんのよな。うん、もう、あの、消毒がとりあえずもう、毎日ね、この、ナスビやったら、よく、前日までの OK の、うん、記事はいっぱいあるんやけど、うん、ズッキーニはさ、ない結構、まあ、ない、あるんかもしれんけど、探してないけど、うん、結構その、まあ、いいような、あった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 、これ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 。あったあった、ほらほら。あ、これ多いな。これ多いわ。これよ。分かりやすいんじゃない。うん、おお、これは。これめっちゃ湧いてるよ。これはやばいね。はい。で、今のところさ、花だけなんよね。花止まりだよね。その裏の葉っぱとか。うん、葉っぱには来てない。この先っぽとかな。うん。来てないや。花止まり。花止まり。うまいこと言うね。いいでしょ。うん、この、このこっちに本体に来たら ややこしいけど。ややこしいややこしい。でもまあ花でね止まってるから、ね、なんとか持ちこたえてんのよね。うん、うん、上手。うん、もう毎日ね収穫始まってるからさ、そうそうそう、もうちょっと無理なんよね。うん、毎日こういう花を見つけてはもう全部取り除いて、うん、遠いとこへポイってしてるんやけどね。うん、ズッキーニはそうやって対策して。うん、まあズッキーニは今のところそれでなんとか持ちこたえてるけど、ね、怖い話やでこれ。なあ、怖い話。うん、怖い話。まあもう。ねえ、本体に来てるやつは何個か抜いてるもんね。そうそう、抜いた抜いた、ね、うん、もう抜くしかないよ。そうだね、うん、もうね、もうこんだけあるしね。そうだね、うん、もう1個2個抜いてもね、うん、もう10本ぐらい抜いたところで体勢には影響ないからさ、ね、うん、それよりもね、アブラムシブワー広がる方がよっぽど怖いからな。そうそうそう、広がり早いからね、うん、早い早い、あっという間やから、うん、
まあ、こうやってね毎日今のところこれで持ってるからな。そう、うん、まあまあ元で広まったらたちまちもな、うん、抜くからな。そう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 、うん、まああのオクラの、アブラムシ対策と言いつつ水ナスとズッキーニもアブラムシ湧いてるので見ましたけど、まあ、アブラムシの原因としてはね一概には言われへんねんけど化学肥料の使いすぎっていうのもあるのよね、うん、でまあそれだけではないよ。だけではない、うん、まあ、その時のタイミングなりね、はい、気候やらその周りの環境もあるしね、うんうん、異常発生の年もあるしね、うん、何とも言えへんねんけど、うん、まあ、今のところこのアブラムシねここで止まってるからよかったなっていう感じかな、はいはい、まあそういうことでね、あ、そういえば最後に何よね、あれにもいっぱいアブラムシ湧いてんのよ。あれセイタカアワダチソウ、ほらすごいわ、ほら、うわうわ、これアブラムシかな、ちょっとでかない、あ、でもアブラムシだよ、羽のついたでかいやつと、な、下の赤いのは何、これ子供やろ、うわ何これ、わわわわわわ、こっちなんかもっとえぐい、あ、なんかおるよ、ここここここ、これほらこれほら、うわ豆小金がおる、食べてんのかな、これこのジャパニーズビートル、ビートル、はい、この豆小金、ほらほら、はいはいはい、これも野菜食うからな、あ、こいつな、うん、こいつはあれやで、あのアメリカで大石鹸したんやから、あ、そうなの、うん、ちょっと待ってよ、ここの油がうん、すごいぞな、あ、起きた、おた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 、すごいよね、本日は木漏れ日菜園アブラムシの旅でした。はい、なんかテーマが変わったような。そう。初めのタイトルから後の話が変わるという、うん、台本がない動画を作るとこういうことになります。だからまあ初めオクラのアブラムシ、はい、あと他のアブラムシ動画でした。はい、でした。はい、対策は、まあ雑草を早かさない、化学肥料を使いすぎない、農薬散布で駆除をする以上ですな。はい。まあ他にもあると思いますが、うん、他の人の動画を見て研究してください、はい、ということで、はい、おしまいです、はい、それでは皆さんさようなら